皆さんこんにちは、沼チャンネルの沼です。今回はですね、あなたと考えたい接客の数学ということで、自分の接客もっと成長させたい、もっと接客が上手くなりたいですよね。売れる販売員さんっていうのは必ず今日お話しするような接客の数学ができてるんですね。そうなんです、実は接客というのは感覚とかコミュニケーションとか人間性だけではなくて、頭の中で数学ができるかどうかで売れる販売員の成長度合いっていうのは変わってくるんですね。なので今回は接客の数学、具体的な考え方について一緒に考えていきましょう。今回の内容があなたの役に立った、そして沼チャンネルいつも見てるよ、そういった方はですね、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく嬉しいです。まず早速いきましょう。接客の数学、ズバリ4つです。4つ覚えれば OK です。この4つだけ押さえてみてください。入店数、買い上げ数、セット率、客単価、この4つです。これをまとめてですね、販売指標と言います。あなたのお店の売上が伸びない時や、あなたの接客がなかなかうまくいかない時は、4つの販売指標の中で何かが欠けている時、うまくいってない時と言えます。ではこの入店数、買い上げ数、セット率、客単価、あなたは先輩や店長さんかと接していて、何を意識するように言われていますか？そしてあなた自身も苦手意識を持っていることはどんなことでしょうか？大丈夫です。一つ一つ考えていきましょう。まずですね、この4つの中で一番厄介な存在、これについて触れておきましょう。それがですね、入店数です。これ厄介なんですよ。入店数というのはそもそも1日の中で何名お客様がご来店されたか、その数になります。なぜ厄介かというと、あなたの1日の頑張り一つでは伸びない指標、伸びない数値なんですね。入店数を伸ばすには少なくとも6ヶ月、せめて1年は欲しい。そのぐらい長いスパンにかけてコツコツ取り組むことでようやく伸びてくるものになります。つまりですね、あなたのお店で店長さんとか、入店数今課題だよね、明日から何取り組めばいいかな、明日からもっと接客頑張んなきゃいけない、お客様につかなきゃいけないよっていうところだけでは解決できない。だから厄介なんですよ。入店数を上げるためには顧客作りを増やすこと。顧客作りとは再来店いただけるお客様の数を増やすことです。これ指パッチン、あなたの接客、今の接客を変えるだけでは増えないですよね。日々のお客様、目の前のお客様を大切にしていくことで、あなたの接客ならいいな、また1ヶ月後あなたに会いに来たいな、あなたのショップ、あなたの接客の好感度を上げていくことで、ようやく再来店数っていうのが増えてきます。すなわち再来店数が増えているってことは入店数も増えてるってことになります。もう一方でできることとしては SNS の継続的な発信です。リアル接客の以外の部分でスマホを通じてあなたのファンをどれだけ作れるかっていうところになります。 SNS のフォロワーなかなか伸びないですよね。日々コツコツ取り組むことでようやく実感できることになります。そして入店数を課題視するためには何とにらめっこすればいいかというと、入店数の前年対比です。去年と比べて今年の入店数は何名なのか、多いのか少ないのか、これによって入店数の増減というのを測ることができます。今回は接客の数学です。数字というのは真実です。お客様からいただいた答えです。あなたの感覚だけでうちの店の入店数が低いとかではなくて、前年対比を見てちゃんと正しく情報をキャッチしましょう。まずはね、この入店数をやっつけたかった。なぜなら言い訳にしやすいんですよ。入店数お客様少ないから今日は売り上げが低いんだよ、雨降っちゃったから入店数低いかダメだよねっていうところではなくて、まず4つの指標の中で残り3つが大事なんです。さあ続いてここから本題ですよ。あなたが伸ばすべき指標が買い上げ数だった場合、買い上げ数というのは1日のレジ件数です。何名のお客様がレジでお会計をされたかな、買っていただいたかなっていう数になります。どうですか、1日を振り返ってみてください。あと5000円で予算達成だったよ、あと1点小物が出たら予算達成だったのにね、悔しいね、そんな思いないですか？レジ会計数、レジ件数大事ですよね。ではこれまた良し悪しを見る上で何が大事かというと、あなたのブランドの前店対比で比較します。前店対比です。もちろんですね、お店には大きい小さいありますけれども、他の同じ規模の小型店の店舗の中では買い上げ数多いのか少なかったのか、入店数が同じぐらいのお店なのにうちのお店だけ買い上げ数が少なかった、これは課題として言いますよね。自分のお店、自分の接客をもっと広い視野で見てみましょう。全国で頑張ってる販売員さんと比べて自分の接客はどうだったのか、前店平均っていうのが非常に大事なポイントになります。さて買い上げ数が伸びないときはどんなときかというと、ズバリ2つです。お戻りのお客様を逃しています。
実はですね、あなたが接客中に先ほどご来店されてお戻りされたお客様がご来店されています。そういったお客様にですね、気づけずにそのままスルーしてしまうとか、そしてお戻りのお客様を作る根底にあるのが午前中からの種まきです。いいですか、接客というのはすぐに成立することばかりではありません。お客様が検討されて退店された後にお戻りいただいて、またご来店いただけることが非常に多いんですね。なのであなたのお店では前半から種まき、またご来店いただけるような種まきができていたか、これによってですね、買い上げ客数、1日の買い上げ数というのは大きく変わってきます。実際自分たちの接客を振り返ってみると、パッキンさばきに夢中になっていて、お戻りのお客様も集中できていない、午前中からの種まきもできていなかった、一言アプローチをするだけで終わってしまっていた、これでは買い上げ客数は伸びません。もしくは一人のお客様とずっと談笑してしまって、実際は他にも顧客様やお戻りの方もご来店されていたのに気づけず無視してしまった、これでも買い上げ客数は増えません。ではどうすればいいのか、具体的な接客方法については過去の動画で細かく解説しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。さあ続いて3つ目です。あなたが伸ばすべき販売指標がセット率だった場合。セット率です。セット率とは一人のお客様に何点買っていただけるか、その平均ですよね。今日のお会計レジ件数すべてが1点だけのご購入だったら、あなたのセット率は1です。今日のお会計お客様が2点平均2点ご購入いただいたら、セット率は2になります。セット率が大事になるという時は、今日は天候が悪いから入店数がかけられる、そんな時こそ一人のお客様の満足度、一人のお客様に複数点買っていただくことで売上を伸ばすことができる、プラス1点プラス2点のご提案でご満足いただけるか。ではまたこれ何と比べればいいのかというと、全国平均です。セット率というのはお店が大きい小さいそんな関係ないです。全国的に見た中で、うちのお店はセット率が今日高かったのか、セット率が高いイコール接客力が高いと言い切れます。ではどんな時にセット率が伸びないかというと、試着室での対応が弱い時です。ご案内するだけで十分なコーディネート提案やプラス1点のおすすめができていない時です。2つ目がレジにご誘導しがち。1点お決まりになったら他にもご覧になりますか、ではご案内いたしますぐらいでさらっとしてしまう。実際本当にお客様は、実はこのインナーが欲しかったんだよな、でも今日はいいかなとか迷いながらもレジに歩かれていることあると思います。セット率がうまくいかない時っていうのは、どうしても接客の後半をおさぼりがちです。試着室にご案内した後、1点目がご購入が決まった後のあなたの過ごし方はどうかっていうところです。これも具体的な実践方法は過去の動画で細かく解説していますので、ぜひ気になる方はそちらでチェックしてみてください。そして4つ目、あなたが伸ばすべき指標が客単価だった場合。客単価というのは一人のお客様にいくら買っていただいたか、その平均ですよね。一人のお客様には3万円買っていただいて、もう一人のお客様には1万円買っていただいた、そしたら平均の客単価というのは合わせて2万円、真ん中の2万円になるってことです。客単価が低くなってしまう時というのは、今日はインナーばかりしか売れなくてアウターをちゃんと販売したいのになかなか売れなかった、商品の単価が低い時、一方で単品買いになってしまっている、なかなかおまとめにつながらない、これも客単価が低くなります。ではまたしても、あなたは本当に客単価低いの？それ何と比べればいいかというと、これも全国平均なんですね。他のお店はアウターが売れてるから客単価が高いのか、他のお店はまとめ買いが上手だから客単価が高いのか、それに比べてうちの店はどうなのか、前提で見た時にうちのお店はどの位置に位置してるのか。客単価がどうしても上がらない時の接客というのは、パーソナルトークが広がってない時です。どうしても商品説明だけで終わってしまって、誰にでも使ってる接客トークではなくて、そのお客様にぴったりお似合いですよ、雰囲気に合ってらっしゃいますよっていう理由付けがしっかりできているかどうかです。そしてお客様のニーズを引き出すヒアリング力、ヒアリングが弱い時もなかなか客単価というのは上がりません。どうしてもね、焦っちゃってアプローチして、自分が伝えたい商品説明してっていうのが一点張りになってしまうと、客単価というのは上がらないんですね。客単価についてもぜひ悩む方、見ていただきたい動画ありますので、ぜひおすすめです。チェックしてみてください。ということで今回は、自分の接客スランプに陥ってしまった時などに、一旦入店数は置いといて、買い上げ数、セット率、客単価、このどれかに当てはまります。自分は昔からこうだとか、他のスタッフさんと比べてこうだだけではなくて、ぜひ接客の数学も取り入れることで、ワンランクアップの接客ができるようになります。今回内容が少しでも役に立った、そう感じていただけた方、ぜひいいねボタンをよろしくお願いします。それでは接客販売員楽しんでいきましょう。ありがとうございます。